本当に過去に死神に取り憑かれたことがあって、金縛りにあってたんですけど、で、ある日、ケッケッケって、まさにこの死神のこの笛ですよ。こんなのを持った黒い影が僕の体の中にドーンって入ってきたんですよ。俺の体が無意識にもう飛び跳ねちゃったの。やばい、宗教じゃねえか。まあ、ケッそケのッケっまていうさ、ベターな感じからさ、出てけって言って出てったって、お前、どんな落ちねえ話だよ。どうも、マルベリーです。どうも、ホットマンです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。行きましょう。さあ、ということで、ホットマンさん。はい、来ちゃいましたよ。来ちゃいましたね。大の大冒険、セレクションガチャ、第1弾から第4弾まで、連動企画として、1セレ、1諭吉ごとと、はい。いう形でね、連動企画やってきますよというふうに言ってたんですが、ですが、はい、第3弾でね、ちょっと大幅な予定変更がございまして、まあそちらもご覧いただいてる通りという形になってしまいますが、今回の第4弾はちゃんとね、引いていこうという感じでございますが、ホットマンさん、今日、このガチャシリーズ、第1弾の時はいらっしゃいましたけど、第2弾、第3弾、バランのね、コンプのとこちょっといなかったんで、まああんな状況になってましたよ。第4弾は、ホットマンさんにも人柱になってもらおうとやりましょう。 やっていただこうと思いますんで、まあちょっと私はもうガス欠ならぬジェム欠の状態でございますんで、まあさらには、ガチャを引く気力もね、もう失っている状況でございますから ホットマンさんに第4弾引いてもらいたいと思います。一応詳しく見てみましょオーケー。う。2017年4月の17日、月曜日0時、ちょうどね、今0時になりました。行きからまし4た月ね。の18日の23時59分まで、10連福引き、毎回星51枠確定ということで、対象期間限定装備が、コーマの杖、これですよ。大魔王バーン、これも欲しい。冠とローブ、ローブ、そして死神の笛に獣王グレイトアックス、ほう。そして抱き合わせにオリハルコン大天使の斧ということで、おこちらうおう。が登場するようでございます。なるほど。もう早速ガチャの画面いきましょもうね、うずうずしちゃってね。う。楽しみですね。楽しみですよ。ホットマンさん1万2000ジェムということなんで、ホットマンさん今回この第4弾を40連。41回いけるね。41回。いや、1回を取っといた方がいいんじゃないかな。取っとくか。切りよく40でいこうか。40連チャレンジしていってもらえればというとこでございますが。よっしゃ、よっしゃ、いっちゃうぞーい。第4弾入ってください。来ました。かっこいい。コーマの杖。これめっちゃ見た目好きなんよ。カイザーフェニックス。カイザーフェニックス。詳しく見てみましょう。なんかこれどうしよう、いっぱい出ちゃった。いやー、でどうな、しますよね。カラミティウォールもいいしな。そうで、カラミティウォールがついていて、で、あとは死神の笛、グレートアックス、大魔王バーン。武器なの、死神の笛で。そうですね、これがコン。こんなん、こんなんだ。コン扱いになりますね。私、死神に一回取り憑かれたことありますからね。また唐突に、ここでなんか小話ぶっ込んでくるのかと思いきや、そうでもないですね。いや、いい、ぶっこんじゃって早くガチャ引けよって感じ。わあ、これもいいな。大魔王バーンの冠、魔力プラ強に、呪文コツがついてますね。そして、もう一つ、大魔王バーンロブ、かき消す、かき消す、これ呪文をかき消すやつですね。やばいね。はい、30%の確率でダメ、呪文無効にしてくれるっていうのと、時々ベホマ、時々ベホマで、あとは提供割合見ておきましょう。提供割合で、これが確定枠以外で 7% で、対象 0.5% なので、これは今までのコラボガチャと変わんなくっていう感じで、なんで最後の確定枠以外で出ると、やっぱりこれもね、期待値が上がるって感じですね。調節は確率下がってるので、まあ一応1枠確定の方も見てください。でやっぱ 1.8 とかなんでね。ああ、なるほど。確定枠は調節がちょっと出現率が高いと。いいのかな。さあ、ということで、ホットマンさん、コーマの杖、なんだかんだこのバーンガチャ来てた時ずっと狙ってましたからね。炊き出しでね、狙ってた、狙ってた、願ってた。そして、この40連で、もう引いちゃいましょう。行こうよ。で、私ももう持ってないんで、こう動画で紹介するっていうかね、なんかこう、コーマの杖とかカイザーフェニックスをうまく使う時には、こうね、私が持ってないものをホットマンさんが対応できるみたいなね、感じになると、動画的にもね、かなりいいですよね。チームプレイがね、やっと生きるっていう感じですね。そうですね。行こうよ。行きましょう。見てて、俺の勇姿見ててよ。人柱期待してますよ。人柱、人柱このガチャの動画の流れ、今よくないからね。いやいやいや、まあでもね、私は一応とんでもない数引いて人柱になりましたけど、まあ最終的に結果は残りましたからね。物は残ってますから。ちゃんとね、取ったからね。はい、行こう。ホットマンさんもお願いします。俺もカイザーフェニックス狙いで、トイッ。さあ、まずは初回10連。初回10連、最初が大事だから。大事よ。
最初のファーストデイ。さあファーストデイ、コマンドチェーン、どうだ、うん、あれスキップミスしました。スキップミス入ったぞ。さあどうなる。コマのドゥエドゥエ、お、大魔王バン、大魔王バンカムリ、よいしょ、いきなり対象引いていく。あー、いいね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 、素晴らしい。魔力の極みの話しとったもんな。いいですね。え、俺がスパイカーマン、スパイカーマン、さらにサウザンドダガー、ダガーバギークロスですね。これ被ったそうですね、突できるわ、うん、まあでも錬金するとバギマーターが取れるんで最高だね。うん、2つ出しとかもワンチャンできますからね。まずまずの、まずまずの滑り出しなんじゃないですか。まずまずの滑り出しですよ、これは。まさか行くぞ期待できるか、行くぞこれ。さあ20連一気に取りに行こう。次の20連目で取りに行ってください。来いよー、テイ。さあどうだ。じゃあ次はセカンドテイ、セカンテイ、セカンテイ、セカンテイ、世間体なんて気にしないぜ世間体クソ来いよ、コーマの杖来いよ。さあどうなるか、テイ。どうや、またミスったよちゃんと狙って押してください、おじいちゃんじゃないんだから。さあどう、あー確定枠のみでした。カイザーアクス真空派、カイザー先輩ですね。カイザー先輩ですよ、はい、カイザー違いだなおいカイザー違い、カイザー違いだぞこれカイザー違いってなんだよ噛んじゃった。さあ、ね、もうあっという間に折り返し地点。早いね、やっぱ40年すぐだね。あっという間ですね。30万頼むよ、ほんとお願いします。30連目、てい。さあ来い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 、カイザーフェニックス、カイザーフェニックス、コーマとカイザーフェニックスくっついたって分かんねえ。あーっと2つ出ししましたが、刃鎧ですね。そうかそうかそうか、まあこれ錬金すると結構優秀なんでね。あ、そうなの。はい、オッケー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 。さらにミトラもね、意外に。あ、ミトラ、はい、封印カードついてるのと攻撃呪文経験中がね、賢者専用なんですけど、これも意外にいいんですよ。あ、なかなかじゃあ、悪くはないね、うん、悪くはない、出方悪くないよこれ。問題は次ラストで大将を引けるかってとこですよ、ホットマさん。そうだね、いやもう、いや頼むよこれ、なかなかしんどいの。こガチャもたま、あのガチャじゃないや、こジェム貯めるのね、たまんないからさ。ルビーじゃねえよ、ジェムだよジェム、ジェムなかなかたまらんからな。肉まんみたいな形したジェムな。肉まんみたいな形、どっちかというとスライムみたいな、スライムってほしいなスライムみたいな形したジェムな、頼むよ。さあ最後の最後、ホットお願い、行きます。人柱になっておいで、人柱ホットメン、ぞっ人柱にならんわ。さあナイステイが入ったか、手の奇跡です。ここはラストですよ、行くぞ最後見ててくれ。さあ来い、どうだ、ヤシャノコン。やはりいいね、瞑想だ、瞑想はいいですよ、瞑想いいから、うん、これ出すわ。しかしうーん、コーマの杖は頭だけだったか、現れずということで、慰めのグッドボタンをねよろしくお願いします。な、慰めのグッド評価を押していただければと思います。慰めグッドですよね、慰めグッドね、殴っとね殴っと殴られるみたいだわ叩かないで、殴っとお願いしますですということで、今回をもちましてこの、大々セレクション第4弾まで連動企画、本当に最後になります。私ももうね、はい、疲れ切りましたよ、うん、よく頑張ったよ。いや頑張りました、うん、また明日以降ね、シリーズのホットマンさんのボス討伐動画やですね、各企画もの5月に向けていろいろと動き出しておりますので、お楽しみという形で、さあ最後は、大剣の無料ガチャも引きながらお別れという形にしましょう。いきましょう、大剣ドラゴンの結装備入ってください、行こう。1日1回無料、一応18日までだからあと1回だね、うん、多分今日引いて18の0時で更新されてて、うん、ここでもう大剣引けないと、うん、これ最後ってこと、これとあと明日の無料ガチャで最後ですね、そこで最後かです。よっしゃー、行きまーす、最後から、ね、行くぞ、最後終わり良ければ全てよしって。確かにここでね、コーマンって出てなくても、うん、大剣が出たらこれも大勝利ですから。本当だよ、最後の最後分からない、大剣大剣どうや、あれということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。せーの、バイバイ。